5月29日朝6時の相場解説になります。まあ、今週はね、見どころなかったですね。やることがなかったというか、私の実力がそれほどまで高くないということなんでしょうけども、これ日足を見てるんですけども、日足はね、上から下に下がってきて、ここが転換点になって、それからね、上昇に見えるんですけども、まあ若干上昇してるんですけども、上髭も出てますしね、これはまあ横ばいと言ってもいいくらいかなと思います。横ばい、ちょっと上昇って感じですかね。で、4時間の方を見てみますと、やっぱり上昇してるような感じがしますね。安値っていうのがどんどん切り上がってはいるんですよ。こういう風にね。で、ここではほぼ揃っちゃってるっていう形です。まあだから私はレンジに入ったんじゃないかなってことを前から申し上げてきたんですよね。まあ、レンジの中でも移動平均線見ると若干右肩上がりかなと思いますけども、まあでもこのね、レンジの中で40ピップスがしかないぐらいの中で利益を上げていくことはなかなか私の力ではできないかなと思うところですね。で、1時間の方を見てみましょう。まあ本当にね、これこういう風に上から下に行ってるのは行ってるんですよ。いやでもこれ、このボラティリティで利益を取る自信は私にはないんで、戦略はレンジオプション。ここからですね、ブレイクしたところを取っていくという方法。これはね、今後も変わらないと思います。まあ、今月はこれで終わりということになりますんで、もう、今月もね、本当お疲れ様でしたってことなんですけども、最終週は全く利益が取れずに、ここで終わりということになるかなと思います。まあ、ワンチャンですね、今晩、ブレイクが起きないでもないんで、ちょくちょくと見に行きますけども、まあ、5月の相場解説は以上でございます。皆さんどんなね、形になったでしょうか。6月は、祝日もありませんので、みっちりといけると思います。それからですね、土日に、例の無料講義の方の今度は4回目かな。4回目をやっていこうかと思いますので、本当基礎の基礎から練り上げていきますんでね。FX 学んでいきたい方はこちらの方にもお付き合いください。速稼塾に参加されている方は無料でございます。そのうちこれまとめてね、外部の方に有料で出そうかと思います。速稼塾に参加されてない方は有料みたいな感じでね。まあ5万円とかで売っていこうかと思いますけども、そうなるとね、まあ速稼塾入った方が安いじゃないかみたいなね、形になります。まあそれも私の狙いではあるんですけども、まあ教材といいますか、参考資料ですね。私は指導能力がないんで、コンサルとかは FX については、ちょっとまあ、できないんですけども、ただこうやって一方的に私はこう考えてますよっていう風な教材を出すことぐらいはできるかなと思いますんでね。こういう風になってきたのも皆さんのご覧いただいてる皆さんのね、ご支援のおかげでございます。で、質問いただく方も結構出てきましたけども、もっともっとわかりやすくね、やっていこうかと思います。わかりやすくアウトプットすれば、わかりやすい質問も来ると思いますんでね。まあ、わかりにくい質問でもいいですよ。で、スクリーンショット撮って、こういう形はどう見るんですか？でもいいと思いますしね。よろしくお願いします。それでは。